こんにちは、こんばんは。ホヤオレイです。今回ですね、また転職30社以上のクズ男が、クズなアドバイスをするというね、動画になりますんで、今回話す、内容はですね、手当と、基本給についてのですね、お話をしようかなと思います。で、よくね、あるのが、給与25万です、例えばね、25万ですってあって、じゃあ給料25万丸々、そのままで安心なのかといったら違います。大きな間違いです。給料には基本給というものがあります。基本給、あとは何々手当、解禁手当、食事手当、家族手当、住宅手当とかね、いろいろありまして、まあ、この手当がね、大きいほどいいんですけれども、一番見なければいけないのは基本給です。基本給です。大事だから2回言いました。で、この基本給なんで大事なのって言ったら、ボーナスに変わってくるんですね。まあ、時給制の方はごめんなさい、月給制の正社員とかね、契約社員以上の方の話です。基本給があって、なんとか手当、なんとか手当で、手当はできればそんなに比重が多くない方がいいと思います。基本給がとにかく高い方が、ボーナスがここで違ってくるんで、なぜかといったら、基本給かける何ヶ月、2.5 とか3ヶ月とかね、6ヶ月の2回とかっていう形になりますんで、だから、ぬか喜びしないようにしてくださいね。例えば、ボーナス基本給かける6と書いてあったら、お、基本給かける 6ヶ月分が2回もらえるのか。そしたら、大間違いです。ここ。それの、2回支給ですよってなれば、基本給の6ヶ月ね、かける6ヶ月の2回ってなってたり絶対しますんで、そうすると3ヶ月3ヶ月で1年間で6ですよというやり方になりますんで、ここ皆さん何回出るのか、1回しか出ない会社もありましたよ。すぐ辞めましたけどね、そんな会社本当に夏しか出ないとかね、冬出ませんっつって、ボーナス1回です。しかもなんか 1.5 ヶ月です。基本給 1.5 ヶ月しか1回しか出さない。だから年収で見たらすっげえ低いですよ。びっくりですよね。だからここ要注意になりますので、基本給の、まあ、何ヶ月なんかって、自分の方はね、基本給はね20万円です。基本給はね、だから手当がね薄いんですよ。家族手当ちょぼっつって、住宅手当ちょぼっと出て、あと何にもないんで、食事手当もないし、解禁手当もないんで、だからちょっと低いですよね。で、ボーナスは、2.5を2回なんで、だから5ヶ月、5ヶ月分ですね。だ単純計算してください。基本給が20万、単純に20万だとして5ヶ月だと100万出るんですよ。それの2分割。だから50万、50万が、出ると。まあ、中小企業の大体基本ぐらいかな。もうちょっと多いっすよ。多いっすけど、去年の動画とか見てくださいね。そこで金額言ってますから。それが2回出てますね。はい。別に自慢じゃないです。これ、そういうことですという話です。もう本当に少ないですからね、俺だって。年収はね。まあ、偉そうなことは言えないですけど、あくまでも、クズな知識ということなんで、豆知識ということで、紹介させていただきます。基本給が大事ですよという話です。そしてボーナスがないよりかは絶対あった方がいいです。コロナ禍でもらえねえじゃねえかって、0円だったらしょうがないけど、0ってことはまずね、あんまりないと思うんで、0だって多分潰れてますね、その会社ね。もう翌年ないと思いますんで、早めにやめといた方がいいと思いますよ。なぜじゃあボーナスがあったらいいのかって、だって働いてないのにもらえるんですよ。一応頑張ったね評価みたいなのがあって、まあそれでね、なんかぐちぐち言われるかもしれないけど、でももらえるわけじゃないですか。そしたら100万くらいもらえるわけじゃないですか、年間で。だって出ない人はだってゼロなわけだから、それに比べたらだってもらえないよりもらえた方が絶対いいじゃない。まあそのぐらいですよ。そんなもんですよね。まあ別に特別なもんじゃないですから、まあ、頑張ればね、とりあえずもらえて、ただね、景気が良かったら出ますよ。だからゼロっていうのはありえるんですね。そこだけは注意してください。その企業がゼロ円です、今回儲かりませんでしたってへっつったら終わりなんで、なんだよボーナス出ねえじゃねえか、ふざけんじゃねえよ、約束が違うじゃねえかっつっちゃダメです。それはちゃんと最初に言われてますから、みんな入社される前、景気によると、まあ社則にも書いてますからね業績によるっつって書
書いてますから、業績悪いんですよ、ごめんなさい今回ゼロですっつっても文句言えないので、まあ、そこだけはゼロの可能性もありますよということですね。わかりましたか皆さん。ボーナスは基本給が大事になります。基本給の低い会社行ったら大変なことになりますね。だからあれでしょ、いろんな業界で基本給15万ですだけどボーナス4ヶ月ですわーいってなります4回だよ、2回でだから1ヶ月で、あの1回で夏冬で30万30万しか出ないですよ。で引かれてごらんなさい、あなた20何万24万とかになっちゃうんじゃないのこれ。手取りがよ、手取りの分から、そうだから引かれるよということです。不思議なんだよね、給料で社会保険とか年金引かれてるのにボーナスからも年金とか社会保険引かれてるんだよね、あれ二重に引かれてねっていう、あれこれね、なんだろう、素朴な疑問でずっとね、泣き寝入りしてたんですけど、まあしょうがないのかなあれってね、俺よくわかんないんだけど、その辺はね詳しくわかんないんですけど、なんか取られてるよっていうお話です。で基本給が大事ですよというお話です。だから給料もらうときはあなたの基本給をねちゃんと調べましょうということです。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。